皆さんこんにちは、ゆかりです。心です。たつききらりのゲーム実況チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。今回もサガフロンティアリマスターです。前回の続きね。そうよ。今回は演術の最後の一つ、ディスペアの解放のルーンについて解説するわね。お願いします。それでどうすればいいの？解放のルーンはディスペアで取れるんだけど、ディスペアへ行くには空論にいるアニーに話しかけて、連れて行ってもらう必要があるんだけど、そのためには他のルーンを3つ全部集めているか、ルーファスを仲間に加えている必要があるのよ。そうなのね。アセルス編の場合、ルーファスが仲間にならないので、先に他のルーンを集める必要があったわけね。なるほどね。それでここの難易度はどれくらいなの？そんなに難しくないわ。エミリア編では最初ここから始まるくらいだし、ほぼ初期の強さでもなんとかなるくらいということね。それは安心だね。注意事項とかはあるの？そうね。ここもタンザーと同じで、ブルー編以外ではクリアするまで出られないことと、アセルス編では無理だけど、アニーに陰術の資質を持たせたい場合は最初にここに来ないといけないので、ルーファスを仲間にしてからすぐに来ることくらいかしら。なるほどね。あとは注意するほどでもないけど、途中で赤外線が張り巡らされている場所があるので、空論で赤外線スコープを購入しておくと楽ね。そうなんだ。あとはボス戦で音波攻撃があるので、精霊銀のピアスとかがあればなおいいわね。マンハッタンで買えるやつだね。そうね。それではボスまでの道のりを進んでいくわね。再生速度も少し速くするので、マップを確認したい場合は一時停止をしてね。わかったよ。本当はここでアニーを追いかけずに東に進むのが近道なんだけど、あえてアニーの案内通りに進むわね。なんで遠回りの道を案内するの？なぜかしらね。でもこっちのルートは実際遠回りなのよね。マジですか。戦いは飛ばして進めるわね。わかったよ。またアニーが案内してくれてるね。そうね。でもこれもタンザーの時のフェイオンと同じで、いないよりはマシというレベルね。そうなんだ。案内してくれてるところ以外にも、これどっちに進めばいいんだろうっていうところは、いっぱいあるのよ。なるほどね。飛ばしてるとはいえ、相変わらず敵はいやらしいところにいるよね。そうね。それでここが赤外線のところね。そうよ。こうして見えてると楽なんだけど、見えていないと引っかかっちゃうのよね。赤外線に当たるとどうなるの？その場合にランク上のメカの敵との戦いになるわ。なるほどね。それでこれがボスなの？そうよ。キモいね。ムカデだからね。このボスが音波攻撃してくるのね。そうよ。対策として精霊銀のピアスなどの音波耐性装備をつけるといいわ。ボスの名前は二度ヘッドか。強さはどれくらいなの？さっきも言った通り、弱いわ。HP は8000あるけど、攻撃はそんなに強力なのがないのよ。そうなんだ。さっきも話した音波攻撃のスクリームと、全体攻撃で100ダメージ与えてくるムカデ蹂躙っていう攻撃もあるけど、それほど脅威にはならないわ。なるほどね。さっき使ってきた麻痺表示は？食らったところで一人だけだし、どうということはないわね。気になるならマス耐性もつけておけばいいけど、対策しなくても問題ないと思うわ。ひどい言われようね。サガフロンティアはメインシナリオを進めながら、こういうサブシナリオも同時に進めるゲームだからね。ボスが全部強いとゲームとしてバランスが悪くなるから、弱いボスも必要なのよ。なるほど。そう言われたら納得できるね。そうでしょ。もうそろそろ倒せそうかな？そうだと思うわ。さすが HP が高いだけあって、倒すまでの時間はそこそこかかるのね。そうね。そう言ってる間に倒せたね。相手の攻撃にそこまで強力なのがないから、時間はかかってもそこまで苦戦はしないのよ。これで陰術の資質を全部集め終わったのね。そうね。全部となると、それなりに長かったよね。まだ秘術イベントが残ってるし、他にもいろんなイベントがあるからね。楽しめる要素がたくさんあるのはいいことよね。そ
それでは今回はこれでおしまいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。高評価もしていただけるととても嬉しいです。